はい。えー、どうも皆さん、こんにちは、人です。ということで、今回はですね、えっ、ー、と、横浜の外がですね、えー、まあ横浜と、球団とですね、えー、3年契約を結んだわけです。昨シーズン、や今シーズンいや、昨シーズンのオフか。3年契約を結んだわけですけども、まあその年俸はね、果たして適切な金額なのかっていうところでね、えー、今回はそんな話をしていきたいと思うんですけど、 まあ外はですね、まあ、皆さんご存知の、えー、セ・リーグ本塁打王の経験もある、えー、大打者ですけどもまあ1年目、2年目43本で、えー、昨シーズンがね25本と少し手帳な数字に終わってしまったという感じのシーズンです。で2021年のこの数字は現在ね、えー、前あの以前僕が公開した、えー、年齢による衰えを加味したね今シーズンの打撃成績の予想っていうのがあの2021年。 22年、23年と、えー、打撃成績の予想をちょっと3年分をちょっと立ててきましたので、えー、今回はそれをもとに話をしていきたいと思います。予想ですので、まあ、これが当たるか外れるかわ、まあ、からないわけですけども、まあ、今回はそんな感じで、ねえー、話をしていきたいと思います。まあ、年齢によってね、まあ、選手っていうのはだんだん衰えていきますんで、まあ、それを、ねえー、加味して。 将来予想を、ね、していくって必要というのはあのー、十分あるわけですけどもで、まあ、2021年、2割4分7厘27ホーマーということで、まあ、本塁打率的には、まあ、若干、揺り戻すかなというような僕の予想ですね、まあ、昨シーズン若干、低調だったなっていうところも,も揺り戻すかなっていう感じなんですけど、まあ、2022年、2割4分3厘23ホーマー。 で2023年2割3分8厘19ホーマーという感じでまあ結構無難な、あのー、成績予想かなと個人的には思っています年齢はね、えー、最後に契約が終わる頃には34になっているという契約です で、えー、何度か言ってますけど MLB では野手の全盛期は29っていうふうに言われてますんで、えー、まあ非常にね、えー、この32歳から始まる3年契約っていうのは結構勝負の3年契約かなと個人的には思います、まあ、うん個人的には2年契約ぐらいで終わらせたいなと思うんですけどやっぱどうしてもね、まあ、3年契約ぐらいは3年8億ぐらいで,すだでしたかねうん。 ちょっと出さないと、やっぱり、あのー、獲得競争なんていう話もありましたから、まあそこ、厳しかったのかなというふうには思いますけどもね、えー、まあ全体的にはだんだん三振も増えていくところはありますし、あとはですね、えー、っと、まあ、長打率で、あと、磯で、磯 P、この辺の数字もね、少しずつダウンしていくというところ。 ですねまあ、ただね、2023年の,年の数字も、まあ、そこまでまだね、えー、悪い数字じゃないっていうのは、まあ、OPS7 割5分ぐらいは維持できるだろうと、34までは。まあ、僕はそういう予想をしてます。これが当たるかどうかはともかくとして。だから、まああのー、もちろん一時期の、ね、迫力はなくなるかもしれないですけど、ただね、えー、十分その、あのー、なんていうんですかね、えーまあ、スタメン野手として、 あのー、そこそこの破壊力は期待できるだろうとまあ34以降契約を続けるのはリスクが大きいと思いますね多分さすがにそれはないと思うのでこの3年契約が終わる頃には多分外はおそらく横浜からいなくなることでしょうよほど活躍するようなことがなければ。 で RC で言うと4.8,4.5,4.3っていうぐらいの感じですね。はい。ということで、外はね、まあ、外の年俸についても今回書いてきましたけども、1年目3500万円、すごい年俸安いんですよね。 テスト制で入団して、そのままホームラン王を取ったっていう感じなんで、すごい最初の年俸が安い、スタートの年俸が。まあ、そこから9500万、1億8500万、で、今年2億5000万という感じの、や、え、に、ー、なってまして、まあ、これをね、どう比較していくかということで、ちょっとね、日本人の他のバッターと比較するのもね、ちょっと違うかなと個人的には思ったので、あのー、日本にね、結構長く在籍している、あのー、外国人選手、同じようなね、 えー、長距離砲タイプの外国人選手の年俸と比較していこうと。で、まあ、それで年俸あたりのルダーと年俸あたりの得点、えー。得点っていうのは、これは、えー、っと、ですね、えー、RC を用いて、あのー、ここの RC ですね、この RC っていうのは、打撃結果から導き出される、えー、得点をどれだけ、えー、得点にどれだけ貢献したかという。 ようなな指標になっております、はい、でそれで比較していこうということでまあちょっと表を作ってみたんですけど。 まあバレンティンにしろメヒアにしろね、まあ離脱期間が絶対あるんですよね。あの、大きく離脱した期間がありまして、あの、まあ、バレンティンに関して言ったら2015年が突き抜けてるんですよね。これ優勝したシーズンなんですけど、バレンティンは怪我をしてたので、もうグラフ突き抜けてますね。これをね、あの、含めちゃうとちょっとグラフがわけわかんない感じになるんで、突き抜けた状態にしてますけど、メヒアも2018年にね、出場がね、なんて、この時は何でしたっけ怪我もあったんかな。 あの出場も減りまして、えー、その感じで数字が突き抜けているというところですね。で、外に関しては2018、19、20と、3年間、今のところは怪我がないというところで、まあ、こうやって見ていくとですね、まあ、最初の3年間の数字で、数字で言うならば、まあ、バレンティンはね、本当に最初の3年間はすごく安いんですよね、あの年俸あたりのルイダーというところでは、すごく安い選手。 ですね、26万37万23万,って感じです、ね、13万33万92万なんで,でメヒアが1、えー、だからメヒアが15万80万115万っていう感じですね、まあ、こういう風に見ていくと、まあ、バレンティンはね本当に最初の3年間はすごく打率が低かったあの打率が低かったり規定打席に到達しなかったりいろいろあって。 なので、ね、2013年にホームラン60本打ったんで一気にガクンって上がるんですけど特に2013年なんかあれだけ活躍して年俸は安かったんでそういうところで加味すると、まあ、バレンティーンに最初の3年間は非常に安く買い叩かれていたような印象もありますねそれに比べるとメヒアはねやっぱ1年目、えー、ホームラン王でガクンって上がってますんで、あのーまあ、その辺はねかなり価値が高騰したというふうに言えると思います。 それと比べると、ですね外はやっぱ1年目の年俸が安かったのにホームラン王で2年目、年俸を上げましたけどそれでもホームラン王なんで非常に最初の2年間はホームランを40本打つような外国人バッターを非常に安くあの雇うことができていたと。バレンンティととか、えー、メヒアと比べても かなりあの安い感じで、まあ、バレンティンは買い叩かれてるんで安いんですけど、でも結構安い金額で、えー、相当雇うことができていたと思います。で、そこからの長期契約になってくるわけですよね。2020年、えー、3年目の契約でね、ちょっと外は大きく、あの、跳ね上がり始めましたんで、まあ、そこですよね。で、特にね、えー、バレンティン、えー、それがメヒアに関しても言えることなんですけど、 まあ、怪我の離脱っていうのがね、挟まって、ここでちょっともう、桁がぶっ飛ぶぐらいの、あの、高騰を見せて、まあ、非常にコスパが悪い選手というような、え、評価を、評価になってしまいますよね、どうしてもね。で、まあ、外選手は今んとこ、そこが大型の離脱がないっていうのが、外選手の、 ポジティブな,様子かなとやっぱりね、こういう、あのー、年俸あたりの、えー、ルイダーあたりの年俸ですね、ルイダーあたりの年俸が高騰する要因っていうのは、最大の要因は怪我なので、まあ、今のところは怪我なくプレーできているというところでも、まあ、常識的な範囲内には収まってくるのかなと。でも、2022、2023とだんだんね、えー そのコスパが悪い選手にはなっていくんですけど、まあ、バレンティン、それからメヒアと比較した場合に、まあ、そこまでコスパが悪い感じにはならないかなというふうに、あのー、思います。はい。まあ、が離脱がなければね。ただ、バレンティンも、あの、途中から年俸がね、あのー、年俸が下がったり、えー、バレンティン年俸下がったよね。えー、っと、バレンティンが、 そうですね途中からちょっと年俸下がったり、あと怪我が減らあの怪我が、ね、減ったりとかもありまして、まああの、これぐらいの数字に収まってるんで、最終年、契約最終年、外に関しては契約最終年は、ちょっと、えー、コスパが悪いかなって感じにはなってしまいますかね。まあ、多分2021年、2022年は、そこまで、まあ、コスパが悪い契約にはならないかなと。 思います、はい、個人的な、えー、印象です、まあ、バレンティンに関しては特にねあの、まあ、終盤はあの、ね、2019年とかよくやってくれてましたけどそれでもコスパは結構悪いんで、まあ、そういうレベルでいくとねまあバレンティンが切られたのは残念ながら当然かなとまあソフトバンク自体はもう突き抜けてしまいましたけど。 まあ残念ながら当然なんで、まあ外もね、こうなってくると3年契約終わったら多分もう横浜からいなくなるかなと。コスパが悪いんでね。で、あとはまあ RC においても比較していきますと、やっぱバレンティンの最初3年間は安く買い叩かれていた印象ですけど、外の最初2年間も、 ホームラン王と比べれあの、考えれば非常に安く買い叩かれていたような印象ですね。で、やっぱメヒアはね、1年目、2年目の印象が先列だっただけに3年目、 3年目以降ですね、そこから一気に、まあ、ぶっ飛んでいくというようなところになってきますけど、まあ、RC で見ていくと、またちょっと評価が変わってくるところで、まあ、RC の段階ですね、2020年で、ちょっとコスパが悪いなという感じになってきてますね。2021年だと、結構もう、あの、まあ僕の予想に基づく、特、えー、得点への貢献度で言うと、もう、 バレンティン末期というか20162017バレンティンと同じぐらいのコスパなんでまあ果たしてそれがコスパがいいと考えるかどうかというところになってきます2022年に関してはもうもう危険すぎ2019年、えー、バレンティンとねそこまで大差がない感じになってきますのでそして2023年というところになってきますんで最後の2年間の契約これ RC 基準で見ると結構悪いと。 いうような、えー、印象になってきますね。まあ、あの、メヒアに関してはね、最後、あの、今の契約が年俸1億円でしたがね、かなり大原稿を飲んでくれたんで、まあ、あの、悪いっちゃ悪いんですけど、でも年俸1億で、まあ、あの、年俸ベースで換算すれば、まあ、まあ、うーん、 常識的とまでは言わないけど、うん、うん、まあちょっと高いかないぐらいで済んでるのがメヒアですね。まあ安ければいいっていうもんじゃないんで、これは。実年俸っていうのは実績によって上がっていくものなんで、単純にね、その、金額ベースで換算していって、あのー、いいのかっていう問題はあります。安く、 あの能力のある選手を安く買い叩くことが正しいことかっていうのは、ちょっと言えないので、そこに関してははっきり言えないんですけど、ただね、外選手のね、この3年契約っていうのは、どちらにせよ、今シーズンがまずどれだけやれるかですよね、昨シーズン120試合しかなかった中で、114試合で25ホーマーっていうペースだったんで、これちょっとね、物足りない数字ですよね。 でまあ、正直、外選手には30本ぐらいは打ってほしいですね。現在、外選手の、外で鳥がうるさいですね。外選手、現在2割6分でホームランがえ14本えとかでしたっけね。違う、な何本でしたっけ、十何本打ってたと思いますけど、まああの、それぐらいなんですけど、まあ、30本。 40本ぐらいは欲しいですよね。40本はちょっと難しいかもしれないんですけど、それぐらい売ってくれるとですね、現状、昨シーズンの成績ベースである程度換算してるので、まあ、こういう数字になっちゃうんでね、そうなってくると、まあ、この契約ももしかしたらあの意味を持ってくるかもしれませんね。特にあのー、今年の契約もちょっとあれなんですけど、来年、 そして再来年ってなってくると、ちょっと不良再建になってくる可能性もあるのでね、この3年契約は結構攻めた契約だと個人的には思ってるんですけど、果たしてこの契約にね、見合った活躍をしてくれるのかっていうのは難しいところ、あの、興味深い問題になってくるかなと思います。まあ、そうですね。それでもまあ、有力選手が流出することを防げたっていうことを考えるまま、 しょうがない出費なのかなというふうに思いますしね、特に外選手はあのユーティリティ今、もう多分セカンド守らせるとか、多少厳しいと思うんですけど、年齢的には。まあ、一応、外野と一塁が守れて、えー、そこそこの長打力が期待できて、というところでね、まあ、実績は十分ですし、使い勝手もいいし、まあ、こういう選手ってなかなかいないんですよね、ホームラン打てて、しっかりしっかり打てて、かつ内外野できるっていう選手は、なかなかこういうの、スケット外国人選手ではいないので。 まあそういう意味でも、外選手はすごい貴重な選手ですしね。まあ、彼の活躍には、えーうん、期待していきたいかなと。僕は外選手が来日あ、これ以前から言ってますけど、外選手が来日するってなった時に、その映像を見て、あ、これ、この選手めちゃくちゃ面白いなと思って、活躍するかどうかはともかく、ちょっと面白いし、活躍しそうな香りがする。 選手ということで、外選手をちょっと押してたんですよね。個人的に押してたら、まあ1年目からこの大活躍なんで、めちゃくちゃあの思い入れがあります。外選手に関してはまああのメヒア選手も同じなんですけど。 なのでね、えー、日本で長く活躍してほしいですし、まあ、僕のこの予想っていうのはあくまでその数字を弾き出して、傾向からこういうふうな傾向があるよって導き出しただけなんで、まあ、これをね、超、えー、えてくることも十分にあり得ますんで、ぜひ、あの、外選手にはこの僕の弾き出した初戦しょうもないあの数字、数字をね、 あの軽く乗り越えて、あの、素晴らしい数字を、結果を残してくれることを僕は期待しています。はい。ということで、そんな感じで、えー、今日はね、外選手の契約には、は、果たして、3年契約は果たして、えー、正しかったのかというところなんですけど、まあ、これはね、契約が終わってみないとわからないんでね、あのー、クイズ正解は3年後みたいな話になってくるんですけど、まあ、あのー、はい。 そんな感じでまあ僕のねこの、まあとはねあとこの年齢による成績の衰えがねこうちゃんとなんか当たるかどうかっていうのも僕はちょっと気になってますけどね。はい、ということで、えー、そんな感じで、えー、終わっていきたいと思います。ということでまた次回バイバイ